いいですね、これ。これいいな。いやー。はい、皆さんこんにちは、青島です。今日はこちらですね。ここの部分をちょっと作業していこうと思います。駅のこの部分、二面溶接にするために拡張しましたが、そうしたらちょっとここにね、隙間が空いてしまって、なんか寂しいなという感じがしております。ここにですね、今回は留置線を作って、でさらにね、左の方に伸ばして、ここ空き地がありますんでね、ずっと左の方へ留置線を伸ばそうかなと、この辺りまでね、この辺りまで留置線を伸ばそうかなというふうに考えております。じゃあ早速作業に取り掛かりましょう。で今回ここに留置線を作るにあたって足りないものがありましたので、いくつか購入してきました。まず一つ目がワイド PC レール、まあ、毎度おなじみですね。今回も直線の 280mm のレールを購入してきました。一応ね、2本あれば足りるはずです。から高架で留置線を伸ばすということですので、そのサイドにつける柵も新しく購入しました。それからワイド PC レールを高架橋にするときには、このように下にスペーサーが必要になります。まあ、ベースって書いてありますね。ベースですね。ワイドレール用単線橋脚ベース、140mm のもの8本入り、これを1箱購入いたしました。まあ、あと高架橋脚とか、なんかはうちにあるものがありますので、それらを代用して、ここに高架タイプの留置線を設置しようと考えております。じゃあまずはじめに、このベースをワイド PC レールの裏につける作業から始めていきます。じゃあ作業台の方へ移動しましょう。では作業を始めます。これがスペーサーになります。でこれをネジを使ってワイドレールの裏側にネジ止めしていきます。ここに2つネジ穴があります。ここに合わせて、これでネジ止めするわけですね。で今回は280のレールに対してスペーサーが140ですので、まあ、こう2本つないだ状態でネジ止めしていくという作業になります。はい、ネジすごく細かいですのでなくさないようにしましょう。こんな感じで4箇所ネジ止めをいたします。はい、できました。では同じものをもう一本作ります。はい、できました。でもう一本の方は半分取り付けてないんですけど、これはあの駅の方ですね。駅の方のこのベニヤ板の上にここ乗せるんで、乗せると要はここはちょっとね、1センチほど邪魔になるんですね。でまあカットすればいいんですけど、ここ1センチカットするとちょっとネジが取り付けれないということで、まあ、この辺半分とかこの辺でカットすることになるんですが、まあ、どうしても必要だったら、橋脚ないと不安定だなと思ったらそういう作業をしますが、今回はちょっとなしで、こんな感じでね、こことここで支えるような感じでちょっと作業を進めます。ではジオラマの方に戻っていきましょう。ではジオラマいじっていきます。まずは駅のこの辺ですね。この壁が不要になりますので一度剥がします。一応貼り付けはゴム系接着剤で貼ってあるんですけど、僕そんなに強力には貼り付けてないので、ちょっと指で力を入れれば外れると思います。いつも僕こんな感じで急に計画の変更がしたくなるので、なるべくこういうジオラマ何でもそうなんですけど、ガチガチに作らないようにしております。でね、こんな感じで外せます。はい、あとここはね、撮影外で作業したところなんですけれども、実は歩道とそれからガードレールを、つけてありました。まあ、なんとなく道路っぽい表現にしてたんですけれども、まあ、これもちょっと橋脚の邪魔になりますので、一度外します。ガードレールはね、穴開けて差し込んであるだけなので、まあ、一部こう折れちゃったのもありますけどね、引っ張れば外れます。ここら辺もやっぱちょっと外れちゃって折れちゃいますね。まあ、仕方がないでしょう。はい、で歩道も両面テープで貼ってあるだけなので、少しこじれば外れると思いますが、今指でやったらちょっと硬かったんで、マイナスドライバー突っ込んでね、こじっていこうと思います。はい、こんな感じでね、両面テープで貼ってあるだけです。意外に両面テープね、普通のこれ文房具売ってるやつですけど強力ですね。タミヤの水性塗料で塗ったグレー、アスファルトの表現も結構剥がれてきちゃいますが、さすが
塗装の上から両面テープ貼ったんですけど、がっちりついてます。塗料が剥げちゃいました。この剥げた塗料に関してはちょっとまた今日塗料がないので別の機会にこれは作業ね、します。はい、剥がせました。あとちょっとこの辺のね、残った両面テープなんかも剥がして、整えておきます。はい、それではここに分岐レールを設置します。で、分岐レールを設置するにあたって以前の動画でご紹介したことのあるこの架線柱少し変更したのでそちらだけお知らせしておきます。前の動画ではここスタートで140ミリずつ設置したんですけど、ちょっとそれだと間隔が狭いなと思ったので280に変更しました。で、スタートがここになって、でここまでで280っていうと実際ここら辺になるんですけど、そうすると次の架線柱と近くなっちゃうんで、まあ、大体間を取ってこの辺に設置をしたんですが、ご覧の通りここワイドレールじゃないので架線柱立てるときって、アタッチメントが本来必要なんですが、まあ、それだとまたちょっとねレールが浮いちゃったりとかして僕あんまり好きじゃないんで、ここにワイドレールの端を切ったこのなんですかホームの端につけるときにカットした280のこのワイドレールの端っていうのかな、バラスト部分かな、それを適当な大きさにカットして、でそれに架線柱を立てて両面テープで貼って倒れないようにしてあります。本当はこれもうちょっとねこの辺の幅なんですよね、正確に言うとここかな、ここの幅がこれなんですけど、ここはちょっと広すぎるんですけれども、こっちだとこれと間隔が詰まっちゃうんで少しずらして、本当はもっと真ん中なんですが、ここに今から線路を通すので手前にずらしてあります。だから外資の位置も違いますし、そもそも外資の数も違いますが、まあ、そこら辺はね、こだわらないと、そこら辺はまあ気にしないということにいたしましょう。じゃあここに分岐レールをつけていきます。とりあえず今手元に分岐レール、手動分岐レールしかなかったので、これ使ってきます。これは確かね、後から電化をすることができるんですけど、あれどこ行っちゃったかな、あれでコイル持ってたんですけど、それちょっと今用意しといたはずなんですが見当たらないので、まあ、ちょっとまた今度にします。でこれをここのこのレールと入れ替えます。こう入れ下げ替え作業するの時もね、やっぱりこういうのちょっと邪魔になるので、本当は最後なんですよね、やっぱ設置するなら全部線路のレイアウトが確実に決まってから最後つける方がいいと僕は思います。なんかどうしても見た目優先でつけたくなっちゃったんで今回つけましたけど、作業のしやすさから言うと小物類は一番最後の方がいいです。まあ、皆さんみたいに最初からレイアウトバチッと決めてね、そのように組んでいけば問題ないんでしょうけど、僕みたいにやってる途中どん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 ね、気が変わって方針が変わっていくんで、そうするとあまりそういったやり方良くないのかもしれませんね。はい、ここちょっと架線柱で見にくいですね、これも一回外しましょう。はい、分岐設置できました。で次ここに使うのはこのレールです。半径605ミリの柔道レールです。これを2つ使ってこんな感じで S 字にします。これを使うとどうなるかというと、はい、まあご存知の方も多いと思いますけど、レール1個分ずらすことができます。ですんでね、ここが伏線間隔で、まあ、3つ並ぶという感じになりますかね。長さが210と70だから210でレール1つ分どちらか左右にずらすことができるレールです。これ確か本来はこういう縞式ホームのこうアプローチなんかに使ったり、伏線をね縞式の幅に広げるときにアプローチに使えるレールなんですけど、今回は逆ですね、留置線に行くときにちょっと幅を狭めたかったので使いました。こうですね。で、あとこっから留置線を左側に伸ばしていくとき、こっから留置線を左側に伸ばしていくという格好になります。で、やっぱりちょっとこの架線柱も邪魔になるのでこれも一回外します。うん、やっぱり架線柱は正直まだ僕のレイアウトでは立てん方がいいかもしれませんね。作業の邪魔になってしまいますので、ここら辺は皆さんのやり方ですけれども、僕のレイアウトの作り方だとこの作業のやり方は良くないということになるようです。はい、では次こちら、先ほどアタッチメントを取り付けたこの直線レール、これをつないでいきます。
接続したら、これもうちに余ってた、高さ10番の高架橋脚、これをさっきのアタッチメントにパチンとはめてあげればこのように。結構ギリだなこれ、下のレールとのクリアランスが結構ギリですねこれ。大丈夫かな、ちょっと強引に広げれば大丈夫かもしれない。もうちょっと地だな、せめてこの辺だな。これあれだね、ちょっと長いな、ちょっとすいませんね。はい、今伸ばしてみたんですけれども、このまま伸ばすと橋脚が山にぶつかりますんで、ちょっと設置できないんで、やっぱり手前の方がいいですね。そのまま手前の状態で留置線伸ばしていこうと思います。ちょっと一回やり直します。はい、予定変更です。うちに余ってた、ワイドレール70ミリのワイドレール、これ3本つないでここに設置をいたします。600ミリの10ドレール2つ、これと同じ長さになります。でこれをここにはめると、これ邪魔だな、こうしましょうか。よし、 OK、 うん、これでいいな。でこれで伸ばしていきます。ではこの状態でレールつないでいきます。ここならいけるかな、いけますね。あ、よかったよかった。この辺ちょっとなんか見た目がおかしいですけど、これでいきましょう。でここら辺もう一個こうですね。あと橋脚2本、はい、じゃあ線路の設置は OK です。じゃあ最後、ここにワイドレール用のフェンスつけて、作業を終わりにいたします。はい、こんな感じで留置線に設置することができました。先ほどね、壁とそれから架線柱を取り付けてみました。どうでしょう、しっくりいい感じにできたんじゃないでしょうか。あと一番端っこのここなんですけど、本当はワイドレールのエンドレールっていうのが昔発売されてて、それをつけようと思ったんですけど、ちょっと近くの店で見つけることができなくて、ネットにもなかったんですよね。ああ、もう売り切れちゃって売ってないのかなと思って、ツイッターで皆さんに聞きましたら、フォロワーさんから探せば結構あるみたいですね、どこどこで見ました、どこどこで見ましたっていうコメント、リップいただいたので、ひょっとしたら岐阜とか愛知県、模型屋さん探してみればまだ在庫ありそうです。なのでまた見つけたら、ここのエンドレールの処理はしっかりしておきます。今はちょっとエンドレールないので、こんな感じで臨時に車止めじゃないですけど壁を取り付けてあります。はい、それでは今、車両を乗せてみましたので、実際動くかどうか試してみます。では行きましょう。うおほほほ、動く、いいねこれ。はあ、じゃあね、今度逆に、ちょっと運用が終了して一回留置線に入れるところをやりましょうか。いやー、いいですねこれ、これいいな。ちょっと角度を変えてもう一度撮影します。ではもう一度留置線に戻しましょう。いいですね、いやこれいいな、結構気に入りましたこの留置線、バッチリです。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでちょっと、あんまりありえない配線ではありますが、駅の端っこ、余ったスペースと、レイアウトの端っこ、ジオラマの端っこを活用して留置線を設置してみました。ちょっとね、やっぱりね、見た目おかしいんですけど、まあ、ないよりはいいかなって感じです。ちょっとね、この単純にここに出入りする列車、こうやって留置してやればこの感じ、なんかね、リアリティはないんですけど、結構気に入りましたこのアングルというか、この見た目というかね、
まあいいもんできたんじゃないでしょうか。レイアウトの反対側、反対側の向こう側もまあスペースあるんですよね。こっちほど長くはないんですけど多少あるので、向こうも似たようなの作ろうかな。まっすぐ直線じゃなくてもいいですからね、ちょっと先端カーブしてたりとかしてもいいので、レール余ってますし分岐ポイントも多分あったと思うんで、ちょっとそれ使って何かできないかなって感じがしました。はい、ということで、今日の動画は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは。